今回はグルメスパイザーに対する読者の反応を紹介します。確実投稿してます。チャンネル登録よろしくお願いします。グルメスパイザー原作だとそれの上位互換あるんだね。でもグルメスパイザーには分解洗浄機能があるから。あるのは分解機構だけ定期、むしろくっそ洗いにくい定期。簡単丸洗い OK、 全長約 260mm。 原作どころか現実にも上位互換がある模様。洗うパーツも少なくてお母さんもピカチンキットでいいよね。しっけーな。現実の上位互換勢は歯ですりつぶすけど、グルメスパイザーはキストン運動で粉砕するんだぞ。そのキストン運動のせいで潰せないお菓子にぶち当たると壊れるんですが、プラスチックで作るなよ。というかすでの完全介護感検証動画。でもグルメスパイザーは原作の展開を破壊して折り展開を作ることができるんだぞ。あのスター純も認めたんだぞ。積んだもん。悪質なこら悪質なこら。思えば反則アイテムをこの扱いにするのくさ。グルメスパイザーでせんべいをふりかけにしようとするとすぐ本体が分解されるからマジでゴミだぞ。フォンクラッシュクラッシュ本体。真面目になんでこんなデザインにしたの。世界観台無しじゃねえか。釘パンチイメージとかじゃねえ。バンダイの人何も考えてないと思うよ。だって子供のおもちゃだから金属部品あんまり使えないし。これほんと好き。ジョーロにしては高いような。ペットボトルに穴開ければいいじゃん。ペットボトルに穴開けたやつはダサい。グルメスパイザーはかっこいい。ポケットフードプロセッサーは当てつけじゃなかった。視聴者が勝手に言ってるだけや。悪質な偽物のせいでグルメスパイザーが批判されてるの悲しい。本物はちゃんと粉砕できるから。あの奥の方に映ってるプラスチックの物体は目立つ方に置いてある方が本物に決まってるじゃん。縮尺変えて試作品をプラで作っただけだよ。いきなり金属高い。出会って失敗すると悲惨だからね。なんで 3D プリンターで作った方が出来がいいんだよ。普通は逆だろ。このフードプロセッサーの登場が割と唐突で、原作者なりのグルメスパイザーへの皮肉って言われてたの草生えた。なんならアニメスタッフもスター順に投げ捨てさせてて草。素手の介護感はさすがに笑う。菓子の袋を素手で潰す方が早いし、均一で洗い不要グルメスパイザーを使うのは苦行すぎて、家族を人質にされてる場合くらいしか使わない。ぶっちゃけトリコが放送されてない地方民だとグルメスパイザーの存在自体知らないケースもある。そういう田舎者に高値でグルメスパイザーを売りつける悪徳グルメブローカーもいるとか。実際ネタ動画めちゃくちゃ上がってた時は高騰してたし、人質を取るとか美食会最低だな。いや洗えよ。お菓子の袋をわざわざ洗うタイプの人か。多分菓子の袋の部分を見落としたんだろう。プラゴミリサイクルのために包装を洗う人なのかもしれない。まあわざわざ洗う方がエコじゃないんだけど。太古の昔から続く最強の工具ってグルメハンド。美食の手。あんた地球だろうが調理なくシャクシャクできるじゃねえか。久しぶりに人参天使見たな。今配信サイトで取り込みてるけど、グルメスパイザーとティナがびっくりするほど邪魔で笑っちゃう。再アニメ化するときに期待するしかいつになるのかとか、そもそもやれるのかは知らない。UFO でリメイクみたい。ティナはヒロイン要素だから震え声。あれは完全にキッズ向けアニメとして制作されてたからな。だからグッズ販売のためにかなり不自然にアナウンサーとゴミがゴリ押しされてた気がする。大の大冒険も朝アニメ枠でやるときにそういう意味不明の反則グッズがアニオリで出たりしないよなって思ってたから、そういうのが一切なくてよかったわ。スタッフみんな原作ファンって感じみたいだったし、やっぱそういう原作をリスペクトしてるスタッフは大事やなって。漫画が霊感まで無料みたいなのでトリコ読んだけど、読み込むごとにアニメが記憶から遠のくんだよな。アニメ脱落勢だったんだが、ジャンプラ無料分読んで面白いってなったのはノイズがなかったからか。子供向けように描写が極限にまで抑えられてたのもきついと思う。特にひどいのはアイスヘル編の敵との戦闘、グルメカジノ編全般。わかりやすいのは釘パンチ食らって引けないデビルオロチとか。無駄に子供向け狙わずアニメ作り直してほしいって切に思う。子供の頃あの時間帯アニメ見てたけど、正直つまらんと思って途中で見なくなっちゃってた。でもこんだけまとめられてたから原作ジャンプラで読んだらくっそおもろかった。でもこいつには資産価値があるから。あるか？本当に資産価値あるか？賞味期限はこのネタが忘れられるまでだな。某最弱ベイブレードを見るに忘れられてからが本番だぞ。ポンクラッシュクラッシュパッパッパ。偽物の方が本物より本物になろうとする分本物だからね。本物は本物になろうとする必要がない分本物なのでは。ボブは釘パンチでダイヤモンドせんべいを破壊した。
いつから本物がその場で停滞してくれてると錯覚してた。偽物が近づこうとする以上のスピードでクオリティを上げるから本物なんだぞ。女装は男にしかできないから最高に男らしい行為みたいな理屈だな。オカマは女になろうとするから女より女だって言ってるも同然の奇弁じゃん。関係ないけど乾燥ジュエルミート出てきた時、今まで取ってきたフルコースの素材ってどこから出したのか、保存できたのかと突っ込んでしまう。グルメピラミッドの時に小松がメロをコーラ持ち帰る時アイテム出してたじゃん。多分ああいうのいっぱい持ってると思う。グルメケースで最適な環境で保存できるから、それとその都度誰かに取りに行ってもらってるんだろう。大貝とか金の缶詰から出てきたのしかねえじゃんって感じだけど、あの世界は IGO か再生屋がいれば絶滅した食材もなんかしれっと復活してるから、なんかそういう感じなんだろうな。人参天使、グルメスパイザーから逃げるな。あの売るまでもなく不良債権と気づくレベルのおもちゃでスポンサーやってくれたバンダイさんをバカにするな。むしろバンダイさんがやる気なかったからあんなもんが生まれてしまったのでは。 GS 美神もそうだったけど、おもちゃとか無理なのやる前から分かってるのに、なんで突っ込んできたんですかね。おもちゃメーカーさんはスポンサーなるにあたって商品開発のノルマみたいなのがあるんだろう。適当。おもちゃメーカー社員がこの漫画のアニメ作りたいなってなった時に、上司を説得して出資させるための企画としてグッズ開発があると思う。まあアニメ化と引き換えに売れない企画出したやつは左遷されてるかもしれんが、原作者も知らない、キャラ原作者も知らない、食材原作者も知らない、調理器具、こんなゴミやスポンサーのご利用しに逆らうことが許されない。前科持ち作家の悲哀を感じる。常に傷がついてなくてもスポンサー様に逆らえる漫画家なんていねえよ。 YT スポンサーがね、タイヤついてると子供受けがいいって言うんだ。だから出したよ、タイヤ付き戦艦グロ魔術師作者。わえー、これが今時のアニメか。ラノベ書くならこれを参考にすりゃええんやな。羊なまりだな。そういやしがしじゃないのはガンダムの影響って後書きで書いてたっけ。心持ち魔術師が言いやすいってのは納得がいかん。ばっか今破れ宮物だぞ。1万円で売ってるゴミ本も悪質で草。本スレ29にある金属製の本物は一点物だからマジモンのプレミアなんだよな。冒頭でゴミ箱に入れられたプラスAから目をそらしつつ、動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。